ただいまより株式会社マカイ設立発表会見を行わせていただきます。まずはこれまで株式会社先駆者が運営しておりましたこのマカイファイティングミュージカルマカイを株式会社マカイとして独立する経緯に至りましてマカイのプロデューサーであります真鍋明人よりご説明させていただきます。はい、真鍋でございます。この度マカイを株式会社化して組織にしようということになります。まあ我々、もうこれで4年目に入ってますんでそろそろ新しい展開だなと。でマカイはすごい可能性のあるものなのでその可能性をさらにこう大きくするために今回、まず組織化するということ、そして、ご覧のメンバーで、新たに中核を作るということ、そしてもう一つは新しい代表を迎えて、さらに事業を発展しようと。今回株式会社マカイの代表に就任していただく和田拓也氏でございます。私はもともとアニメの世界で非常に、古くから名を馳せておりまして、私とは吉本興業時代からの付き合いでございます。特殊メイクの第一人者でもありまして、代々木アニメーションの学院長と、元ですね、元学院長ということで、マカイをプロレスという範疇からさらにアニメとか漫画とかということ、そして、映画、そういうところに導いてくれるのに非常にいい人材ではないかということで、まあ、お願いをしまして心よく就任をしていただきました。これから私は、まあ、総合演出に関わらせてもらいますけども、さらなる発展をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは、新代表に就任いたします、和田拓也の方より、ご挨拶を頂戴します。はい、本日より、株式会社マカイの、代表取締役として、活躍したいなと思っております。和田拓也と申します。よろしくお願いいたします。僕自身ももう40年、こういう世界、アニメーションであるとか、映画であるとか、そういった世界でやってきました。で、まあ、その中で一つ一つ、僕が感じてきたことというのはやっぱりクリエイティブっていうのは、戦いである。で、やっぱりこのファイティングミュージカル魔界の中にはさまざまなアート、さまざまなクリエーションが存在すると思うんですね。で、それをこれからどん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 いろんな方面、例えばこれをコミック化された魔界であったり、アニメ化される魔界であったり、そして、ハリウッド映画化される魔界であったり、そこまで引っ張っていきたいなと。で、当然その中ではここの主要メンバーが、確実に進んでいくという世界を作っていきたい。で、そういう意味ではもう本当に力を合わせて、みんなで頑張っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。それでは続きまして、この株式会社マカイに新たに所属いたしますプロレスラーを発表いたします。まず和田拓也氏の右隣にいらっしゃいます、これまでフリーで活躍しておりましたタル選手です。そしてそのお隣、これもこちらも現在フリーで活躍しておられましたアキラ選手、そしてレギュラー参戦しておりました志田ひかる選手、そしてこちらこれまでまどか選手とお呼びしておりましたが、本日15周年を迎えられるにあたりまして、改名をされるということで、ここでご本人より、はい、新たなリングネームを発表させていただきます。はい、私の新たなリングネームはこちらです。真の鋼です。はい、新たな、すごい、というわけで、これからは、株式会社マカイの真の鋼として、活躍してまいりますので、これからもぜひ、ご声援のほどよろしくお願いいたします。そしてそのお隣、バッファロー、そして私吉野圭吾は、これまで通り、マカイの専属メンバーとして活動してまいります。それではこの株式会社マカイに、所属する、まあ、経緯といいますか、そういった、お気持ちをちょっと各選手から聞かせていただきたいなと思いますので、まずはタル選手の方からお願いいたします。プロレスラーになって一番最初に、登竜門というところで所属していましたが、それからずっと20年間プロレスラーやってきて、初めてこういう形で所属選手としてやるにはやっぱりこの魔界っていうところが俺にとってすごい刺激のあった場所だということを感じまして、今回所属になろうと思いました。どこが刺激的かというと今のプロレス界ではない世界を狙える
世界の誰もが共通して感じ取れるものがこの魔界にはあると信じて、所属した感じですけど、まあそれが一番の理由です。はい、ありがとうございます。続きまして、アキラ選手。はい、僕がやってきたプロレスのキャリア、そして役者のキャリア、これを活かせるフィールドっていうのはここしかないんじゃないかと、そう思って全力でやっていきたいと思います。この魔界、もっとコアでもっとアーティスティックなものを打ち出せると思います。世界を見据えて頑張っていきたいと思います。 This is Japan をぶつけていただきたいと思います。ありがとうございます。それでは石田ひかる選手、お願いします。はい、私はプロレスじゃないところからプロレスを始めて、それが長年ずっとコンプレックスで、こうプロレスをもともと好きじゃなかったから他の選手に悪いなとか、プロレスの知識があんまりないからなんかこう認められないのかなっていうのを常に思ってました。でもこの魔界というものでプロレスの新たな可能性を広げられると思ってます。そしてプロレス、演技もやりたいしプロレスもやりたいっていう子たちが本当に今いっぱいいると思うので、それでもいいんだよ、両方目指していいんだよっていうふうに私がその子たちの道しるべになれたらいいなと思っております。全力で頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。それでは、窓子改め、真の鋼選手をお願いします。はい、まあ、私も2009年からフリーで活動してきまして、約8年ですね、8年間フリーで活動してきて、まあそれまでですね、いろんな団体にはまあ出させていただいて、まあある時、まあ、魔界に、まあ呼んでいただいて、一度じゃあ見に来てくれと、はい、まあお誘いいただきまして、一度こちらの会場ですね、新京ファーストリングで、魔界2回目ですね、2回目の魔界を見させていただいたんですが、まあ、それでも衝撃を受けまして、もうそれで一発で自分はもう魔界のファンになりました。これはもう自分もやりたい、自分も魔界の一員として魔界を表現していきたいなと思ったので、それからもうずっとレギュラーで出させていただいて、で今回まあこういう会社になるという話を聞いたので、じゃあもうここだと、今までフリーでやってきて自分がかけられるものがここにあると、そう思ったので、まあ、リングネームもそうですね、新たに刃を収めるという形でこちらの会社を選びました。ちなみに名付け親は先駆者代表である勇者様です。はい、今勇者って言わずに真鍋、はい、真鍋明仁です。はい、はいはいはい、着きました。はい、まあ、あの自分のまあ、演技の方の、まあ、師匠でもありますので、まあ一応まあ本日ですね、2月2日がまさに15年前に自分がデビューした日なので、これは全てもういいきっかけだと思いまして、リングネームも改めで魔界という会社に属するという、じゃあ名前も変えてしまおうということでお願いしました。真の鋼、これからよろしくお願いします。ありがとうございます。それではあの、まあ、現存メンバーでもありますので、バッファロー選手からも、まあ、今後の意気込みを聞かせていただきます。魔界に3人やってきまして、今日新たな組織メンバー、まず何より心強い、頼もしい、今までその魔界運営していく中でプロレス畑僕と吉野だけだった、本当に心強い、いろんなところで公言しますが、魔界はマジソンスクエアガーデンで必ずやりたい、具体的な道ができたと思います。我が代表のもと、真鍋監督のもと、このメンバー本当にプロレスで演技でそういうもので世界を目指したい、具体的にマジソンスクエアガーデンが見えてくる新しい組織だと思います。年内年内ですよ、年内日本取り出しましょう。さあ、はい、ありがとうございます。それでは、質疑応答の方に入らせていただきたいと思いますが、何か質問事項等、ある方いらっしゃいますでしょうか。
まあ、誰にお答えいただいても構わないですけど、解釈としてはプロレス団体ではなく、これまで先駆者さんが開催してたファイティングミュージカル魔界を株式会社魔界さんが運営していくという形という解釈で、はい、所属選手たちは今まで通り各団体、まあ、いろんなプロレス団体に出場することもあるんですけど、その先、まあ、あのよくプロレス記事なんかで表記であの所属団体フリーとか今まで書かれたのが魔界になるという形で欲しいということです、はい、はございますでしょうか。これから新しい組織としてやっていく中でいろんな人が見る人が増えると思うので、改めて皆さんがご自分のどういったところを、お客さんが注目してほしいかということを教えてください。はい、それでは、まあ、先ほどの順番で、はい、タル選手、今までの、 そのプロレスっていう枠がもう枠が飛び出てるよね、見てる人たちもそうですけど、俺らの世代でプロレスと今までプロレスは全然違うし、でそういう違うことがこうなってきた今の世の中、プロレスという枠をもっと広げていかなかった。でもっと広げるためにはこの魔界が先陣切って世界に旅立たないと今の日本のプロレス界が腐ってしまう。それにもやっぱり俺らは使命感がある。ここにおるメンバーはその第一人者になろうという志願したものばっかりだから、なんとかこれで日本のプロレスを助けていきたいと思うし、残していきたいと思うし、俺があと人生で何を伝えれるか残してやれるかっていうのはもうこの魔界で骨をうずめるつもりでやろうと思う。以上。はい、ありがとうございます。では続いてアキラ。そうですね、まあ、エンターテインメントとしてもっと質のいいもの、これを提供して、そう僕らで切磋琢磨してもっといいものをぶつけないとって思ってます。そうすることでお客さんをもっと引きつけて、いいものを作っていこうと思ってます。こんな感じです。吉田選手、プロレス、もうプロレスラーという肩書きを取ってしまいたいぐらいです。プロレスもやるけど演技もするし、これからもっとそれが増えていくかもしれないし、なのでなんかこうプロレスラーがやってる演技とかではなくて、もうプロレスラーという肩書きをなく、魔界人がやってるものみたいな風に見てもらえたら嬉しいなと思います。では新選手、はい、まあ、もはやこれプロレスではないと思います。はい、我々はまあプロレスをやってないので、一つの、まあ、ジャンルですね、魔界というジャンルを作っていこうと気持ちでやっていきたいですね。何でしょうね、シルク・ド・ソレイユ、例えばシルクですね、シルクというジャンル、魔界というジャンル、はい、そういうものを作っていきたいです。はい、ありがとうございます。では最後にボンボンでしょうか。質問でも出ましたけども、今まではプロレスラーバッファロー、株式会社先駆者、まあレフリーよし株式会社先駆者、それがそのこのメンバーは名前の後に株式会社魔界とつきます。なんだろうな、それに恥じないじゃないですけれども、いろんな団体もし使ってもらえるんであるならば、たわらの胴体で斧を持ってプロレスラーとしていろんな団体攻めてみたいなという気持ちもありますし、そうならなきゃいけないと思います。もちろん我々がニューヨーク行って一イベントやったら、バッファローじゃなくってトータさんで出てもらえないですかねと他の団体が言い出す、それぐらいの組織にしていきます。はい、以上が、まあ、発表会見ということで、まあ、本日2月2日の、雪人の巻が、まあ、新体制一発目と形での公演となりますので、ぜひ2017年の魔界ご期待いただきたいと思います。それでは最後フォトセッションだけ、はい、して締めくくらせていただきたいと思います。